南の島からこんにちは、バリ島旅行の味方堀です。さて今回はバリ島3日間最強のモデルコースということでやっていこうと思います。よろしくお願いします。先日ですね、ツイッター、X の方にですねこんな画像をアップロードさせていただきました。3日間最強のバリ島観光モデルコースインチャングーということでね、バリ島に到着してから、そして最後空港に行くまでですね、バリ島での滞在を、こんな感じでやったら、いい感じにはなると思いますねみたいな話をねしております。ざっくりねちょっと説明しておきますと、デイ1については到着海でビンタンということで、テーマはそのままですね、バリ島直行便で来る想定となっております。そしてデイ2に関しては最新と伝統を両取りということで、こんな感じのスケジュール感となっております。そしてデイ3、ここはですね、のんびりスパ&帰国ということなんですけれども、基本スパにフォーカスを合わせていろいろと組み込んでおります。で今回はですね、この画像をもとに、実際に僕がやってみようというお話なんですけれども、さすがに3日間は開かなかったということですね、この1日目と2日目、デイ1とデイ2の方をやってみようと思います。デイ1に関してはもう夜ね到着ということなので、これからホテルの方にチェックインをしていろいろとやっていこうと思います。とその前に、僕が今いるここはですね、ワルンシーシャバイミカタというお店でございまして、このデイ2の最後に入っているお店となります。僕らでやっているお店なので、よかったら来ていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。それじゃあ行ってみましょう。バリ島旅行の味方スタート。さあ宿のバルスターに到着しました。もうねここはね、ワルンシーシャ見えないかな、この同じ通りなんですよ、ワルンシーシャと。だから歩いて3分ぐらいで本当に超安全地帯まで行ける、ワルンシーシャという名のね安全地帯まで行けるんで、いいんじゃないかなということで、ね、セレクトしてます。こんなような場所ですね。でここの値段については7000円ぐらいで予約をしてます。で今回ホテル選びどうしようかなと思ったんですけど、3日間で特にね動き回るのに超高級ホテルってあんまりあれだよなと思ったんで、なんで1万円程度のホテルで探しております。でここ近いしいいじゃん、で周りにもいろいろお店あるしねいいじゃんということで、バルスターにしております。だから別にここが絶対いいってわけじゃなくて、僕も泊まったことないし、でも最近できた新しいよねっていうぐらいしかわからない、ですね。他のところも全然いいところもあるんですけど、ちょっと最近高いなっていう感じですね。行きましょう。はい、行きましょう。こっちです。すごい綺麗。ここがレストランみたいですね。誰もいないんですけど、めっちゃ綺麗。いやなんかもう家の近所なんで別にバッグとか何もないんですよ。このなんかポシェットみたいなこれしかないのにさ、なんかバッグお持ちしましょうか、それいいいいいいみたいな、ないない旅ないないですね。はい、行きましょう。うわ、これがプールか。すごく綺麗だ。めっちゃ綺麗だ。行きましょう。なんかすごく新しいだけあって高級リゾート感みたいなのちょっとあるけども、言って6000円7000円のホテルでございますね。あんま期待しない方がいいとは思うんだけど、どうだろうね。さあということで、お部屋がこんな感じでございます。綺麗なビジネスホテルっていうイメージかな。でも全然なんかやっぱ出来たてだからさ、水回りの清潔感とかがすごいある気がする、で鏡は普通のやつですね。気になるトイレ的なものも全然普通に使えるんじゃないかなと思います。大丈夫そうですね。水圧とかもこのタイプのビルディングだったら上の方にタンクあるんで、そこそこの水圧でしょうっていう感じですね。お部屋も綺麗ですし明るいし、でなんていうんだっけ、これ系は一通り揃ってるかなと思います。なんか水これ空なんですけど、後で廊下で入れて自己自由に入れて使ってくださいって言ってました。あとこれね、カトリですね。これはカトリ線香ですね。これもブッサじゃん。でもこの抱えでそんなに可愛ないと思うんですが、一応刺しておきましょうか。アナウンスだったり何なりがいろいろチェックアウト何時ですよとかもあります。 Wi-Fi もついてますね。で冷蔵庫も一応あるんですが、中にも何も入ってないんで、自分で買ってきて入れてくれということですね。皆さんはホテルチェックインしたら何をするんですかね。ちなみに今8時4分ぐらいです。でバリの空港に着くのが6時ぐらいで、出るので6時半でチャング着くのが8時っていう感じだから、ちょうどいい、本当にこのぐらいの時間帯に皆さん、直行便であればバリ島に到着されてチェックインするのかなという感じですね。みんな何するんだろう、チェックインした後一回シャワー浴びるとかは全然ありですよね。一応モデルコースに沿っていくと、この後ビーチの方に行って、ご飯食べてビーチの方に行って
でまた戻ってくるみたいな感じなんで、やってみようかなと思います。行こうか、まあ、マジやることないから、ね、ここにいてもね。でここからね、あのご飯に行くんですけども、モデルコース上ではゴジェックで行くって書いてあるんですが、まあ、僕バイクあるんでバイクでビャッて行っちゃいたいと思います。ですね、皆さんはゴジェック、グラブなどの、配車サービスで使われるのがいいんじゃないかなと思います。本当バリでは一般的になってきてるので、ぜひぜひたくさんご利用くださいという感じですね。行きましょう。さあということで、お次やってきたのはこちらです。ワルンバルーナというお店になります。はい、こんな感じのそこまで大きくないカジュアルなナシチャンプルと呼ばれるね、インドネシア料理の、まあなんだろう、形式ですかね、のお店です。こんな感じですね。ナシチャンプルってこうやってなんかいろんな、こういういろんなおかずの中からね、自分で好きなのを選んで好きな分だけ食べれるというようなイメージの料理です。はい、あとねこれも、こんな感じでね、指差しで選んでいくというような感じですね。あとこれもオムレツかな。これ。さあということで出来上がったナイスシャンプーこんな感じでございます。それ見えないか、見えるかな、大丈夫かな。はい、まあ野菜とお米とオムレツと、あとはまあルンダンですね、インドネシア料理でスマトラの方の料理ですかね、だったり、目玉焼きだったりします。あと芋ね、芋コロッケみたいなやつ、これうまいんだろうな。あとはね、なんでこの最初の夜ナシシャンプルなのっていうところをおすすめするとですね、量が選べる、はい、なんかその日の体調によってご飯の量が選べる。で飛行機乗った後、7時間も乗った後って、なんか自分が腹減ってんのかお腹別に空いてないのかよく分かんないじゃないですか。でもまあ食べないとさすがになんか明日だからね、いろいろ動きもあるから大変だよねということで、とりあえず食べないとねということで、自分の量が調整できるナシシャンプルにしてみました。最初の夜ご飯ですね。でかつインドネシア来た一発目ぐらいはインドネシア料理いいんじゃないかなということで、今回ねピックアップしております。ナシシャンプル屋さん他にもねいくつかありまして、Google マップでレビューのいいところに行ってみるといいんじゃないかなと思います。ここはあのいつも結構空いてておすすめです。まあ、値段についてはね、だいたいこのワンプレートとコカ・コーラ1本ね500円ぐらいかな、400円500円ぐらいとなっております。よし、いただきます。うん、異国の味がするぜもう10年今バリにいるんですけど、日本食食ってもなんか異国の味するし、インドネシア料理食っても異国の味するし、わけが分かんなくなっちゃってますね。でも美味しいですよ。さあ、ごちそうさまでした。食べました。ここからはですね、歩いてビーチの方に行ってみようと思います。そんなに距離はないんで、全然歩ける距離ですね。行ってみましょう。まあ、距離にして、このぐらい、今ここにいて、このぐらいですね。ここがビーチってことです。まっすぐ一本道で行けます。バルーナ美味しかったです。よし、歩いていきましょう。この辺はね、本当にね、おしゃれな、ここもめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれなお店が多いんですよね。行ってみましょう。ご覧の通りね、結構やっぱ歩いてる人もたくさんいるんで、特に怖いなみたいな感じは全然ないですね。さあ、もうちょっとでビーチかな、行きましょう。さあ、こちらはホリデーインリゾートですね。もう海の近くのリゾートホテルとなります。まあこういうとこでも全然ありなんだとは思います、モデルコースに入れるのは。ただここね、値段が結構高くてね、今見た感じで、2万7000円ぐらいですね、一泊するんで、さっきの7000円と比べたら約3倍ぐらいの値段がするんで、そうだね、あんまり動き回るんだったらね、そんな高くなくていいのかなとは思います。十分なホテルかな今回のバルスターね、まあ、そんな風に、ね、思いながら歩いておりました。さあ、なんだか騒がしいエリアにやってきました。ここがまあビーチ周辺ですね。で見ましょう、左手がオールドマンズ、右手にあるのはモーテルメキシコラですね。うわー、音が大きい。さあ、まっすぐ来るとビーチの横の駐車場にやってきます。バイクの台数すごいですねこれね。奥までずっとバイクですね。夕日の時間なんかはね、これよりバイク多かったりもしますよ。さあ、この後はですね、ちょっとあれですね、海を見ながらビンタンビールを飲むというあれがあったんでやってみようと思います。さあ、僕お酒飲まないんでビンタンビールじゃなくて違うのにしましょう。まあ別にどこでもいいんですが、この辺の適当なお店に入りましょうか。こことかにしとくか。ザ・ウェーブ・チャング
ハッピーアワーだとカクテルが1000円。です。行きましょう。さあさあさあ、ということで海までやってきました。マンゴージュースも到着です。ででん、まあいいですよね、ビンタン見るのもマンゴージュースは、まあ、何でもいいんですけど、バリ島っぽいものをまずは飲みましょう。そこからバリの旅は始まる。うんですね。で、あと死ぬほどゆったりしてください。こうですね、正しい姿勢はこう、決してこうではない。正しい姿勢はこうなんで、こんな感じでゆったり海を見ながら、あとは音楽がね、近かったらもっと大きいし、もっと離れればもっと静かだし、みたいな感じですね。自分のちょうどいいお店を選んだらいいんじゃないかなとは思います。今バリもね、ちょうどなんかあの水が多い時期というか波が高い時期で、霧みたいなのがすごいですね。このモデルコース動画ちょっと楽しいぞ。さあ、マンゴージュースも飲み終わりましたので、そろそろホテルに戻ろうかなと思います。初日はこんな感じかな。でね、今ね、時刻が9時45分ぐらいということで、まあまあいい時間なんじゃないでしょうか。もしこれでね、もっと遊びたいぜみたいな方がいたら、全然違うねお店に行って、ちょっとワイワイしたクラブじゃないけど、なんかそういうね雰囲気のお店に行ってみると面白いんじゃないかなと思います。その辺いっぱいなんかビーチバーみたいなのもたくさんあるんでね、ぜひぜひ行ってみてください。私はホテルに戻ります。さあ、部屋に戻ったはいいんですが、飲み物が何もないということなんで、まあ、水はあるんですけどね、水以外は何もないということで、ちょっとなんか飲みたいなとコンビニまで歩いてます。はい、サークル系です。スラマトマラン。だいたいコンビニ何でもありますからね、バリね。なんかこう歯ブラシとかさ、お歯ブラシね、一応買っときましょうか。これでいい、これでいい、コンパクト。あとはなんだかシャンプーだとかなんだとかは下にいっぱいありますが、あれ、それはあったからいいかな。あとお酒類もサークル系だったらたくさんありますね。最近なんだっけな、なんかこれか、これがすごい新しいっすよね。バタビアのハイボールっていうシリーズが出てましたね。これ多分人気なんじゃないかなと思います。ちょっとちっちゃいんだけどね。ビールより安いですね。ビールは265円なんですが、バタビアハイボールがこれが255円って書いてあるんで、そうですね、ビールより安いけど、まあちっちゃいって感じですね。さあ、ということでアクアとテブスですね、スパークリングレモンライムを買いました。サークル系大体何でもあるから好きっすね。いいっすね。よし帰ろう。さあ、ということで1日目はこんな感じで終わりでございます。まあ、皆さんは多分、本当に飛行機に乗って7時間のフライトの後っていう感じなんで、もうちょっとスケジュール的には、まあ、緩くてもいいのかな。例えばあの宿にチェックインして、そのままゴジェクとかグラブでデリバリーでご飯頼むとか、まあ、この近くの歩いて行ける、ね、ご飯屋さんに行くとかでも、ね、いいと思いますし、まあ、今回みたいに、ね、がっつり海の方まで行って、観光地の方に行ってちょっと観光気分を味わうみたいなのもね、とっても楽しいんじゃないかなと思います。まあ、バリ島は本当にたくさんホテルの種類がありまして、まあ、こんな感じで1万円いかないぐらい、7、8000円から1万円ぐらいで、こういうホテルだったり、あとはもっと安く行くとですね、1泊3000円ぐらいのゲストハウスより個室でっていうのもあったり、逆にさっきね、あの歩いてる中でちょっと見たような、2万円3万円するような、海の近くの高級リゾートホテルみたいなのもたくさんあるっていうような感じですね。でね、これ一個朝ごはんがついてるんだって。でモデルコースに朝ごはん組み込んでるんで、ちょっと頑張って両方行きます。はい、とりあえず今日はこんな感じでおやすみなさい。さあ、おはようございます。朝ごはんのこれはこんな感じです。まあ、ビュッフェみたいな感じですね。野菜、まあまあ簡単な、本当に簡単なビュッフェなんだこれ。プリンみたいなのかな、あとはフルーツがあったり、内側がパンだったりコーヒーだったりって感じですね。はい、なんかあのビュッフェだけじゃなくて一品頼めるみたいな、盛り付けながらこんな感じでした。意外にちゃんとしてる。これはもうファイン行けない気がするけど、頑張っていきたいよね、入ってるからね。さあ、一回お家に帰って着替えてきました。暑い、すごく晴れましたね。まああのバルスターホテル、さっきあれですね、これ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 、
これですね、あれがバルスターで今やってきてるのがこちらファインというお店になります。はい、こんな感じでファインバイサクサクコーヒーカンパニーということで、一応朝ごはんに入っちゃうのはこっちなんでね、こっちも行ってみようと思います。ただまあお腹いっぱいなんで、ね、ちょっとそれだけ加味しつつ、あんまりコーヒーだけでいいか、コーヒーだけでも行こうと思います。すごい素敵なお店なんですよ。行きましょう。店内外席はこのような形となっております。お気に入りですね、この辺のお気に入りですね。メニューがこんな感じです。本当はここで朝ごはんっていう感じだったんですが、思ったよりホテルの朝ごはんが良かったんで結構お腹いっぱいですね。でもここでもね、朝ごはんっぽいやつ、ほらこういう美味しそうなやつあるんで、そこら辺はご自由に調整をしてください。一応店内もご紹介しておくとこのような形です。エアコン効いててすごい静かでね、パソコン仕事してる人が最近本当多いよなという。いや、もちろんさっきのホテルの朝のコーヒーも良かったんだが、今ホテルのやつはあのインスタントのコーヒーだったので、こうやってちゃんとね、あのマシンで挽いたコーヒーだと朝が来たって感じがしますよね。もう12時ぐらいなんですけどね、どうしようかな。さあ、ということでファインから出ました。コーヒー1杯300円ぐらいですね。でここからはですね、まず最初にスーパー行ってお土産探しというのをやっていこうと思います。まあ、なんでこのタイミングなのというのはですね、まあ、3日間しかないモデルコースなので、なるべく早めにお土産済ませておきたいよねということで、先にお土産っていうような感じですかね。荷物だけ増えちゃうのがね、こう難点ですね。スーパーどんな感じなのか見ていければなと思います。行きましょう。はい、着きました。こちらスーパーフレスティブですね。バイクで約2分3分ぐらいで到着です。こんな感じのスーパーとなっております。普通のスーパーですね。割とね、スーパーにもね、いろいろとお土産品があったりするんでね、ぜひぜひ見ていければなと思います。なんだろうね、スーパーで買えるお土産ってまあいろいろあるんですけど、まあ、でもこのタイミングでチョコをやめた方がいい気はしますね。ここら辺チョコですね。なんかこういうバイっぽいやつ、ここら辺とかすごいおしゃれですけどね。ダークチョコレート、あ、バリボンボンのチョコレートですね、これで1杯300円ぐらいする。結構いいお値段しますね。あ、なんかこういうさ、リンタンの栓抜きとかいいんじゃないですかね。赤はないのかな。うん、この辺も人気ですね。お土産としてインドミー、インスタント麺ですね。これ1個30円とかですね。大きいやつでも50円とかですね。はい、あとはこの辺はもう定番ですね。カシューナッツとかね、いいですよね。こういう一個一個小分けになってるタイプのカシューナッツ、これ190円で1個売ってます。まあいろんな味あるの、シーソルト味とかね、あ、こういうのもいいですね。まあまあこんな感じのお土産がいいんじゃないかなと思います。溶けないやつですね、溶けないやつ、そして重くないやつがテーマになってくるのかなとは思います。コーヒーとかもあるのか、ここら辺にコーヒーあるはず。あ、こういうのもいいよね、ドリップのね、よいしょ。あーちゃー、さあお次はちょっと街の方に行ってみるっていう感じですよね。頑張ろう。よし、さあということで観光街中の方までやってきましたね。こんな感じですよ。で、まあこの辺でね、 2,3 時間という時間を取っておりますので、まあちょっとゆっくりね、うろうろ歩いて見て行かれるといいんじゃないかなと思います。歩いて全然回れるぐらいなんですが、いかんせんこの天気でございますので、暑いからね、みんな休憩挟みつついろんなお店行ってみるといいと思います。どんなお店があるのかだけバイクでうろうろ走りながら見ていければなと思います。はい、こちらはデサキツネということで、メゾンキツネがプロデュースしている、まあ、何でしょう、複合施設みたいな感じかな。カフェもあったり、洋服屋さんもあったりというような感じです。こちらはペニーレーンという、まあ、おしゃれカフェですね。はい、はいはい、こちらはね、デウスエクスマキーナということで、まあ、デウスですね。バリトンにあるデウスの一番大きいやつになるんじゃないかなと思います。サーフ、カルチャー、バイク、スケボー、アパレル、カフェみたいな感じのとこです。はい、あとはこちらラブアンカースーパード定番ですね。なんかちっちゃい市場みたいな雰囲気のお土産物屋さんがいっぱい集まってるようなとこですね。もう行ってみると面白いと思いますよ。うん、あ、ちょっと一通りうろうろしたんで、このコーヒー屋さんに行こうと思います。ブラッククリストコーヒーですね。ここでちょっと休憩します。さあ、今なんかいろいろ説明を読んでたんですね。オーストラリアから来たコーヒー屋さんで、なんだかいろんな賞を受賞してますよということで、アジアのチャンピオンみたいですね。さあ来ました。なんか一押しみたいなの頼んだら、なんかすごいの来た。なんかクッキーみたいに乗ってますね。
しかもちょっと乗ってるじゃなくて山盛り乗ってる。なんだこれは。さあさあ真っ黒のコーヒー屋さんでのんびりできましたので、お次はなんだっけね、マッサージか、その辺で適当にマッサージっていうのですね、やってみようと思います。どこがいいかな。どこでもいいんだけどね、結構いっぱいあるからね。さあやってきました、ファジャールバリスパ。まあ特に何の思い入れもないんですが、道にあったんでここにしました。よしよし、ここだね。すぐそこがハマトラっていうラーメン屋さんです。すごい美味しいです。何かあればハマトラ行くもんな。まあまあまあ今日はスパなんでね、ファジャールバリスパ行ってみようと思います。こんな感じで普通のバチスパっていうような感じですね。1時間のアフトマッサージ14万ルピアとか1400円、思ってるどんどん値上げしてるなという感じですね。今が2時半なんで、1時間やって3時半か。ちょっと早いけど、まあ一回ダラダラしようかね。アフトマッサージをこのように進んでいきます。ただ座ってるだけだから、なんか携帯ポチポチしながらちょこちょこ仕事のやつとかやりながら1時間ですね、行こうかなと思います。いい感じ。さあそんなこんなで1時間のマッサージ終わりました。そう、3時40分ぐらいなんで、ちょっと時間が余ってるなっていう感じですね。まあ、おばちゃんがさ、なかなかこうインドネシア語話せる日本人に会ったことがないってことでいろいろお話ししてて、ウバステ山って本当みたいなとかすごい面白い話して、最後にはもう足だけじゃなくて、もう面と上脱げみたいな、肩もねやってくれたりね、まあ、それがいろいろなんかバリっぽいよねっていうところかなと思います。眠たかった。はい、今時刻が5時10分くらいになりました。タナロット寺院です。さあ着きました、タナロット寺院です。何時だ。ちょっと途中渋滞したんですけど、まあ20分25分ぐらいで、来たかなという感じです。意外に近いんですよタナロット寺院ね、うろうろしてみようと思います。夕日がどうだろう、間に合うかな、いい感じだと思います。ここは本当に海外の方、そして国内の方もたくさんいらっしゃいますね。なんかのんびりした雰囲気で、みんななんか気持ちにすごく余裕のあるような雰囲気が漂ってます。そこでなんか飲み物も売ってますね。なんだろう、ジュースかな。さてさて海の方まで降りてきました。あの裏にあるのがタナロット寺院なんですよね。でみんなね、わかるかな、ここから、まあ、今あっちから入ってきて、ここを行くんですよ、こうやって。でまあわーって海だって言って、あそこまで行くんですけど、これ見てください、すごい人混みですね。はい、で私人混みすごく苦手で、同じように人混みに苦手な人もいると思うんで、おすすめの場所がありまして、この道を行ってください。どこってなると思うんですけど、この奥です。この奥の道ですね。今外国人の方が何人か行きましたが、ここ登っていくといい場所があるんで、ぜひこっちおすすめです。行ってみましょう。よし、この辺にしとくか。さあこの辺でございます。これがタナロット寺院です。綺麗ですね、やっぱね。ほら、まあこう見ると本当に海に浮かんでいるような感じですが、まあ浮かんではないけどね。浮かんでるように見える。そうですね、いいですよね。はい、でこの崖のね上なんですけど、こんな感じでいっぱいご飯屋さんというか、まあカフェというかね、ありますんで、これをね下から見るのと、あそこにいっぱい人いるんですけど、下から見るのとこの上から見るのとまたね雰囲気違うんで、まあ、下もちろん行ってもいいと思います。なんか白い蛇とかいるんだけど。うん、やってなんかこっちでちょっとゆっくり夕日を楽しみながら寺院を楽しむっていうのがね、通なタナロット寺院の楽しみ方でございます。まあね、本当に、今日のテーマはですね、最新と伝統の両取りみたいな話だと思うんですけど、こっちが伝統ですね。でさっきまでいた昼間遊んでた方が最新みたいな感じですね。でも本当にさ、バリ島って結構今かなり盛り上がりを見せていて、今年も過去最高の海外からの観光客数と言われているんですけれども、まあ、みんな本当にいろんな遊び方をするし、で何が正解っていうのも別にないんですけども、まあ、でもねこういった伝統の部分もあるし、僕だったらこういう感じで1日で最新と伝統両方ね、せっかくなら見てみたいよねということで、こんな感じのスケジュールになってます。もちろんこれをじゃあさ、まあ、伝統的なのはそんなに
あれかな、自分は合わないかなっていうことであれば、さっきのね、あのチャングーの方にずっといたままビーチクラブとかね、なんか音楽がちょっとおーなってる昨日の夜行ったみたいなねお店で夕日を見てもね、同じように夕日は楽しめるんでね、いいんじゃないかなと思います。ただまあ30分ぐらい、来ればこういう伝統のね、タナロット寺院とかもありますので、ぜひぜひ来てみるといいんじゃないかなと思います。さあお次がですね、バビグリンを食べてワルンシー社に行くんですね。行ってみましょう。バビグリンどこがいいかな、結構いろんなところあるんでね迷いますが、うん、あそこかな。よし、さあやってきました。お次はこちらです。バビグリンのお店となります。メンアグーシというお店ですよね。まあどこでもいいんですよ別に、バビグリンであれば。あー、あれがロゴですね。でもうちょっと行ったその辺にも別のお店あるし、こっち来るまでに何だろう、タナロットからこうやったらマジで漏らずに 6,7 個はバビグリン屋さんあったんで、まあ、どこでもいいんでバビグリンが食えればいいかなということで入りやすいここにしました。バビグリンが何かの説明をしておくと、豚の丸焼き料理と呼ばれていて、バリ島の伝統的な料理です。なんか沖縄のソーキそばみたいな感じですね。さあ来ました。豚丸ごとのなんか内臓とか、なんか皮とか肉とかそういうのがいろんな感じで味付けされてワンプレートに持ってくるよっていう感じですね。野菜とかもあります。あとこのスープね、ここのこのスープ結構好きですね。いきます。うん、あれこの辛さは慣れれる辛さなのかな。もう最初はマジで全然食べれなかったんですよ、バビグリン。ストロー割れてて全然違うとこから出るな。そういう時はこうギュッてして、あ、飲める、おいしい。うん、そうそう、だから最初全然食べれなかったけど、徐々に徐々に慣れてきて今食べれるようになったかなっていうような感じはありますね。バッチバチのローカル感の中で食べる料理、ご飯いいっすよね。やっぱりその土地に来たらその土地の料理食べたいっすよね、やっぱね。ぜひぜひみんなにも食べてほしいなと思います。さあ食べ終わりました。時間はまだ7時過ぎぐらいなんで、そうだね、皆さんだったら一回ホテルに帰ってちょっとゆっくりして1時間ちょいちょいしてからワルンシー社行くのがちょうどいいぐらいなんじゃないかなと思います。なんで僕は一回帰ります。はい、はい、ということで、最後ワルンシー社バイミカタにやってきました。僕らでやっているこのお店なんですけど、まあまあ、 リラックスしていただける空間だと思っております。本当にね、ホテルのバルスタから歩いても、まあ、2、3分で来れるとは思います、うん、かなり近いですね。で一応このお店の特徴もご説明しておきますと、まずはこちら僕の後ろにある、こちらの壁画ですね。これね、クラウドファンディングで作りました。バリ人のアーティストにモネズという方がいらっしゃるんですけれども、その方に、お仕事として依頼してですね、バリ島×日本というテーマで何か作ってよ、でワルンシー社に書いてよっていうプロジェクトというか、まあ、クラウドファンディングをやらせていただいて、無事、達成して、書いてもらったというものになります。まあここは何屋かと言われればシーシャ屋なんですけれども、まあシンプルにシーシャ売ってます、よかったら来てねというよりは、なんかコミュニティハブみたいな感じで今なっておりまして、それこそ在住の方々も来てくれますし、日本人の方々、まあ外国人の方々も来てもらえますし、あとはね住みたいっていう方もねたくさんいらっしゃっております。まあその流れで住んだっていうやつが今後ろにいますけれどもね、そんなような場所となってます。まあ、やっぱりねこう海外っていうと、なんかこうなんかちょっと頼るところないと不安だよねっていうことがあると思うんですよ。まあ、割とねすごくフレンドリーな場所だけれども、まあ、海外っちゃ海外なんで、なんかちょっと何かあった時に頼れる場所っていうのを目指して、このお店を作っておりますので、駆け込み寺というかね、なんかそういう風に捉えていただければ嬉しいかなと思います。なんかねちょうど今試食をやってまして、新しくねテンペチップスですね、皆さん分かります？テンペっていう発酵食品がインドネシアにあるんですけど、うん、チップスの会社があって、スタッフが知り合いだっていうのでね、持ってきてもらいました。美味しいんでね、お店でやろうかなと思います。こんな感じのテンペチップス、うん、これもまあお店で販売してもいいのかなとも思いつつ、まあ、こんなものもありますし、あとデリバリーとかもねもちろん OK なんで、ね、提携してるからさ、向かいで頼んで新車で食べるって言えば持ってきてくれるんですよ。でここでみんなで食べたりね、したりもします。あとなんか何人かいる場合ね、ピザとかねデリバリーしてもいいかなとは思います。
さということでいかがでしたでしょうか。ここまでですね、3日間のモデルコースのうちのまあ1日2日目をやってきました。この動画がね、皆さんのバリ島旅行の参考になればもちろん嬉しいですし、じゃなくても全然普通にただ見てるだけで楽しかったっていう方もね、そういう方がいるのももちろん嬉しいですし、あとはね、もちろんね、今回3日間なんですけども、これね、拡大していけば全然何日でも行けると思いますし、例えばなんか、じゃあ5日間あります、自由に動ける日がということであれば、ここにもう1個ぐらいね、違うエリアを追加しても面白いかなとは思います。まあね、今ね、何よりも問題になってるのはバリ島でね、渋滞がすごいということで、まあ、エリア間をね、移動するような動きっていうことになると渋滞に引っかかっちゃうので、もう今回3日間しかない貴重な3日間だと思うので、その中の、ね、1時間でもさ、本当に貴重になっちゃうじゃないですか。だからね、なるべく渋滞に引っかからないように組んでみましたというような感じです。本当にね、やってみて気づくことっていっぱいあるなと思って、お土産このタイミングで買うべきじゃないんかなとも思った、やっぱり。うん、でもまあ3日間だからね、しょうがねえかっていう部分はあったりもしましたね。もちろん、今回のモデルコースっていうのはあくまでモデルコースであるので、もう旅はね、本当に皆さん次第でいろんな旅があると思いますから、好きにいじっちゃってください。基本こういう感じであればどこのエリアでも楽しいと思います。それでは最後になりますが、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリ島旅行の味方、堀でした。バイバイ。こんばんは、皆さんのご来店お待ちしています。待ってるね。バリ島が好きでたまらないという方向けに、味方フレンズというオンラインコミュニティをやっています。コミュニティ内限定動画やライブ配信、また直接僕と話せるズームを毎月2回開催中です。今なら入会記念特典で限定ピンバッジやステッカー、あなただけの専用味方フレンズカードをバリ島からお送りします。最近では移住希望者も増えてきたし、なんか味方の堀たちと絡んでみたいという方はぜひお待ちしております。月額1490円から、詳細は概要欄をご覧ください。